はい、皆様こんにちは、ワールドオブタンクス、ウォットのですね、公式大会、公式リーグ WGL、アジアエーペックゴールドシリーズのシーズン1、3週目6日目ですね。こちらの試合の模様を日本語でも同時に英語配信と同時に配信していっております。はい、本日の実況を担当しますのは戦車おじさんことティーナトリ、そして解説は、プラテです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっとね、今プラテさんの画像が出てなかった。びっくりびっくり。大丈夫ですか？大丈夫です。はい、直りました。映っちゃいけないものが映ってるとかないですよね。大丈夫です。大丈夫ですか？ちょっとね、プラテさんの位置が若干ちょっとこう画面の左寄りなので、こう左側にちょっと移動してもらえるとこう真ん中に来るから。左側に移動するといいんですか？そう、そんな感じで、そこら辺ですね。ちょうどそっちですか？ええ、そっちです。なるほど。そこら辺でちょうど真ん中に来るっていう感じですね。なるほど。はい、といったところです。で、ね、もちろんサウンドオンリーのプラ、札も用意はしてあるんですけどね、大丈夫です。こう多分最近だとこうね、クマのぬいぐるみ用意しとこうとかっていう話だったんですけど、それも大丈夫そうです。はい、そういうこともなさそうです。といったところで、次の試合。なるほど、なるほど。はい。次の試合ですね。いやー、次の試合、どうでしょう。こうね、いや、違う意味でちょっとドキドキなんですよね。ちょっと、やばそうですね。ちょっと、いろんな意味でやばいんじゃないかっていう、まあ、面白い試合になればいいんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、どうなんでしょうね。うん、まあこの2チームはちょっと両方ともこのままだとまずいですね。うん、でちょっと去年とか、まあ、前のシーズンとかに比べても、なんかこの2チームは大きく力を落としているなと。そうですね。まあプロフィットの方が比較的落としてないのかなという感じはしますけど、うん、まあそれでもちょっと実力をしているのかなっていう感じもしますし、うん、まあゴールドバスはまあ言うまでもないですね。さすがにまずいですね。まずいですよね。こう今までその韓国の、ね、上位を突っ走ってたチームが完全にもうちょっと下降戦に入ってしまって、でこのざまと言ってしまってはなんですけど、ちょっとね、毎試合見てられないような状況が続いてしまいますよね。ちょっと見てられない試合ばっかりですよね。いやで、どうしてこんなに弱体してしまったかというと、そのね、昔強かったアレテっていう、こう韓国のチームがあったんですけど、もうそのメンバーで残ってるのってレッドブルぐらい。いや、レッドブルも今マネージャーだから選手としては残ってない。選手としてはいないんですよね。だからもう誰も残ってないんですよね。そうですね。で、どうして残らなかったかというと、主力選手がもうそのね、韓国国籍の人であれば誰もが来るであろうと、成人男性なら誰もが来るだろうと言われている兵役、ね、兵役が、まあ、何人かは来て、はい、何かは仕事へ忙しくあり、あと受験もそうですよね。そうですね。受験でも何人か抜けてしまったっていう、はい、といったところで、完全にこうね、その昔知ってた人間からすると完全にいなくなってしまったっていう。で、うん、そうやってこう毎シーズン人数をこう入れ替えていったら、もう今全然残っていないよっていうところですね。残ってないですね。といったところでこう力を落としてしまいました。はい、残念ですよね。ちょっと加工してたのは、まあ、残念ですよね。ちょっと嫌なくらい強かったですからね。うん、ある意味こうね、アジアではそのイーロングを最初に登場した、イーロングをぶっ倒したチームってアレテだけでしたよ、ね、本当にボコボコにしてましたからね。それも、なんか一方的にボコボコにしてましたからね。ってことあのかなり余裕を持ってましたよね、あの頃って。なんか結構ギリギリなスコアだったりしたんだけど、それなんでかっていうと、なんかちょっと失敗しちゃったりしてて、いやそういうことじゃない、実力負けではないんですよね、その負けもそれぞれも。そうですね。なんかもうかなり試合内容を見ていくと、なんか引き打ちで、なんかガン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 イエルは攻めていくんだけど、
ボコボコにされていくみたいな、ボロボロになっていくみたいな、はい、で最後の試合にはもう全然なんていうか完膚なきまでに打ちのめずみたいな、なんかそういう感じだったんだけど、今そういう感じでもないですよね、うんうん、といったところでこうね、え今でもアレテが残っていたら、もしかしたら、ねえ、こう、もっと、強いメンバーでしたからね、もっとアジアのレベルって上がっていたのかもしれない。あ、もうかなり上がってたと思いますけどね。ところだとは思うんですけど。みんな追いつけ追い越せで追いつきましたからね、追いつこうとしましたからね、まあ、僕もそうでしたし、うん、僕もそうでしたし、他の、うん、いくつかのチームもそうだったと思うんですよ、うん。追いつけ追い越せで一生懸命頑張ってやってたところはあったと思うんで、ちょっとその目標は失ったかなと。で今のなんかELはね、なんかね、そういう対象じゃないですね。ELはなんかそういう対象ではないです。こうまあでも、ELからすると、こうね、いつの間にかこう倒すべき目標がいなくなっちゃったら、自分たちが一番上になってたって。なったけど、楽なのかっていうと、なんか国際戦ではなんか全然になっていったみたいな。そうですね。やっぱりアジアの流れ、競っていかないと、ある程度競えるようにならないと、うまくいかないですよね。うん。TE のニートの話ね。うん、まあ言いましたね、コミックスね。でもね、今なんかよろしくやってるらしいので。あ、そうなんですか、また無職に戻ってないですか。大丈夫だと思います。そうですか、はい、といったところで、まず最初のマップはルインベルグですね。うん、そうですね。これどちらも普通ですけれども。うん、展開もなんかちょっと普通っぽいですね。はい、じゃあ構成見ていきましょう。エピックがまずは守りですね。 215B が 1,2,3,4 枚 1,1,3、 そしてバッチャが1枚に RU251 という編成です。赤チーム、まず守りのプロフィット、それに対してゴールドバスなんですが、215B が3枚、113が1枚にバッチャが2枚、そして50100という編成です。うん、この50100をどう使うかですね。ハイポの50100なんですが、これちょっとプロフィットも面白い守り方してますね。完全にこれ北読みをして外され、すかされたパターンですよね。かなり北読みましたね、北に絶対来るかもしれない、でも実はそんなことはなかったって言ったところでしょうか。そうですね。500そこ取りましたね。ティア8でそこを取るのは大きいですね。それも500、火力自体はティア9レベルですから、ここを取れるのは非常に大きいと言っていていいでしょう。で、これキャップも決まりましたし、キャップも決めてますし、あとどうするかですね。プロフィットの対応ですよね。プロフィットの方はちょっとこれ、無茶をしないとこれ無理なんじゃないかな。切れないですね。南に張り出していないので、ちょっと難しいですね。そうですね。50100は弾を受けても多少受けても平気なので、251に比べてね、自由度も高いんですね。ある意味速度はないですが。そうですね。ただこう50100にダメージを与えるにしても、このタイミングでそっちに弾打ってる余裕あるのかっていう話なんですよね。そうですね。ちょっと無理に打ちに行って、引き打ちで、そうですね、もらってしまいましたが、でもまあ、これ完全に、これもうキャップ切りましたね。オールキルの指令ですね。50100に絡まれたのを見て、いや、なんか、これ、こけ始めた可能性がしますね。なんか113がなんか結構やらかし案件のような気がしますが、どうでしょう。これバッチャーの突っ込みが足りないと厳しいぞ。あの状態から一気にこうなってしまうから本当に怖いですよね。はい。ちょっと待ってほしいですね、これね。何がどうしてこうなったかっていう。はい、なぜキャップで待たなかったのか。そうですね。いや、まあ、攻めていってしまったのか。もちろんその南っていうか、こう町の中央部からこうすごい勢いでこう上がってきたっていうのはあるんですけど、多分ワンチャンキャップ成立してましたよね、あれ。してましたね。何度かしてましたね、それも。3遍ぐらい通りそうな瞬間がありましたね。キャップ、それがその度にラインを上げてキャップを切られに行ってたので、そうですね、こうダメージを取ろうとしてキャップを切られるというのを繰り返してましたね。してましたね。
さあこれちょっと分かんなくなってきました、うん、分かんなくなりましたね、うん、まあバットちゃんといるんでさすがにゴールドバスが有利かなとは思いますが簡単ではないです ね、 そうですね。ちょっとその攻撃っていう部分もあるんで、こうこのまま2枚に2回ずつこうダメージを与え続けられるとちょっと厳しいのがありますけど、あダメなんじゃないかなこれ。いやバットチャットが2期5尾の後ろを取って撃破すれば問題なしかな。ああ、うまいこと回りましたね。リロードもそろそろ終わります。問題なしかなと思いますが、あバットチャットこれぐるぐるですか。ぐるぐるかな。いやぐるぐるできないですねこれ。そうですね、ちょっと狭いですよね。あ詰まった。ああ。うん、そうね、うん、そうですよね。そこ通れないと思ったんですよ。うん、いやーなんかこうね、戦前に予想してたことがそんなぐらいでこうね、やっぱり起こりますよね。そうですね。そこを通れないんじゃないですかねって言ったら、ぐるぐるできないですよねって言ったらできなかったですね。あいやいいですね。いやだって下手に前に出てダメージ食らわなければこうゴールドバスが普通にワンセット取ってましたね。有利でしたけどね。そうぐるぐるっていうのは建物の周りをぐるぐるするってね。そうなんですよね。こうあれ1対1バッチャー相手に1対1って本当にめんどくさいんですよ。 リロードタイミングが自在になりますし、ね、そういう展開になると、うん、だったんですが、だったんですよ、はい、だったんですが、味方の死骸的のこうね残骸っていうのがこうね進行方向を邪魔をして、それをさせなかったですね。いやーもうね、何があるか分かんないですよね。いや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 、うん、いやこれね、な本当にこう真剣にやっぱりこう自分がやっぱりあのね、ニワラだとね、うん、まあそうなるんですよ。そうですね。あんな狭い箇所でこうごちゃってたらそうなるよねっていう、うん、そうなりたくなければ113を先に倒すしかなかったですけど、うん、113はちょっと倒せなかったですね。あれは倒しきれなかったですね。倒しに行こうとすると、倒しに行ったとしてもちょっと2期5尾から横で介入されて2期5尾に横から撃たれるってなってないことですから、まあ、避ける手段としてはその2期5尾を先に倒した後狭い方に逃げるんじゃなくて広い方にガーッと逃げるっていう、ガーッと逃げると、ただ113早いんで、 です、ね、すぐ出てきて見つけた瞬間お前そこにおるんかいっつってバーンって撃っておしまいですからね。捕まる可能性っていうのもあるにはあるんですけど、ただあの狭いところをこうぐるぐる回るっていうことは難しいですからね。難しいですね。その後の展開も問題が差し障りがあるんで、いやーそうですね、ちょっと失敗でしたね。大失敗でしたね。ちょっとポルトリックのパッチャットがダメージ422っていうのはこれはまずいですね、うんうん、これがまあ一番の問題だと思います。そうですね、おそらくなんですがこうキャップを切らせないためにこう姿を現してここよ私はここにいるぞっていう存在証明をしたんですけど、思った以上に多分ダメージが入ったんでしょうね。もちろんそれ、それで 215B そのままこうね後ろに引かせてたらキャップは成立してたんですよ。おそらく成立してたであろうチャンスは2回ぐらいありましたね。2回3回あったと思いますけどね。その度に前に出ていってダメージを取ろうとしてダメージを受ける戦車がいるんですよ。そうですね、後ろにせっかくバットチャットを置いてるんですから、切りに来たところをバットチャットに打たせるとかあったと思うんですけどね。手段としてはいろんなことがあったと思うんですよ。出てきたところを処理していけばいいんですよね、むしろね。自分たちから打ちに行く必要はあまりなかったですね。ただその50-100が中央でやられてから焦ったのかどうかは分からないんですけど、本当になぜかあれよあれよという間にヒットポイント差がこう縮まっていきっていう、すごい勢いで負けましたね。びっくりしました。えっていう、これ勝ってたんじゃないの、えっていう、そういう感じでしたね。なので本当にこうどっちで勝つのかっていうのが、そのダメージを取り切るんだったら取り切るなりのこう動きをしなきゃいけないし、キャップで勝つんだったらキャップで勝つなりの動き、本当になんかメリハリをつけないと
こういうなんかどっちつかずな状況っていうのが生まれてしまうんですよね。そうですね、もうちょっとだからチーム内の統率を取らないといけないですね。統率を取って、そしてそのなんていうんですか、それが正しい必要がありましたね、今はね、はい、ちょっと正しくなかったのかなっていう感じですが。というわけで、こう次こうプロフィットが守りなわけなんですけど、これまたなんかこうね、こうゴールドバスはゴールドバスでこうなんかぼやけてるなっていう、こうディフェンス編成ですし、それしてこうアタックのプロフィットもプロフィットで、なんだろうこれっていう論者ですね。113ゴールドパスはもうちょっと統一性を持った方がいいですね。例えばバットチャットと TVTT50 はどっちかにした方がいいと思います。多分バットチャットにした方がいいと思います、両方とも。それが嫌なら TVP はやめてバットチャット AP を2つ置くとか、うん、まあ、そういう方法もあったと思いますね。ちょっと TVP っていうのはまあこのアップでどうなのかなっていうところもありますからね。そうですね。いやーなんかね、STV1 論者に引き続きこう113論者って、今日はちょっと論者試合がたくさんいますね。なんでしょう、論者がこうね、彼らプレイヤーの中に乗り移っちゃったんですかね。まあ分かりやすいですからね、うん、速度合わせやすいですし、やっぱり速度合わせやすいっていうのはね、楽なんですよ、集団戦する上でおいてね。ただね、それをやっていると、まあ、いつまでたっても大して強くならないんで、だからもう一つその上を行かないといけないですよね。しっかりとその上を行ってどうするのかっていうところをやらないといけないんですよ。今はちょっと、それがおろそかになっているというか、ね。まあそういうのもありますし、まあもうちょっと芯を入れて、やっていく必要っていうのがあるんですけど、おっと、113が一気にキャップゾーンに向けて斜めに進んでますよね。入りましたが、これすごい勢いで近い取られてますから。そうですね。こう、すごい勢いでダメージが入るので、あーっと、突っかかってる、突っかかってる。こう、前に行くのか行かないのかっていうのははっきりしないとダメですね。白はこれ、一番向こうにいるのは 54LT ですか。多分 54LT のダメージがすごいことになりそうですね、これ。どうでしょう、後ろ。一応こう AP とバッチャが向かってはいるんですけど、 54LT を倒すに行く、倒すには至らないので、いや、もしかするとこれタダで持っていけるんですか。これタダで持っていけるとめちゃくちゃ大きいですね。タダで持っていくつもりなんじゃないですか。あ、うまいことこう113でバットチャットのラインをこう押し下げましたね。それでこうタダで54ライトを取りに行こうとしていますが、まだ54ライト健在ですね。バットチャット AP を失ったっぽいですね、このままと。そうですね、AP 失いますね。1枚失って、まあ、11交換なので、そこまでこう。89ですよ、しかし。まあ、微妙なところですね。さあ、じゃあ、ここからどうするのかっていうのが、プロフィットに求められている。そうですね、ここからですよね、せっかく倒したと。じゃあ、次どうするんだっていうところですよね。ゴールドバスはこの IS4 は早く寄ってしまった方がいいと思いますね。それは寄りますよね。早く寄りついた方がいいのではっていう感じですね。6ライン押し下げて、それともこうチームに寄りますか。あ、なるほど。チームに寄った方がいいですね。チームに寄って、そこをクロスファイアを作りに行かないと、このバットチャットタダで渡すにはちょっともったいないですよね。これほとんどタダでも渡すことになりそうですけど。ただ、あれ、バット AP がすごいこう、まごまごしてますね。あ、今飛び出しましたか。あ、うまくリタイで吸いましたね。さあ、113が一気に寄っていく、寄りついていく、寄りついていく。さあ、ね、ゼロラインの車両的脅威はどうだ。クロスで撃たれてるから、早くゼロラインも押し上げたい。ゼロラインも押し上げたいが、あーっと、バット AP が突っ込んでいった。いいタイミングですね。50、51はおそらくリロード中ですね。なので、このタイミングで持っていきたいところ。きっちりと持ってきましたね。しかしちょっと弾が足りないかな。まあまあ一回リロードを入れますかね。 15B を倒しきって次 IS4 が問題になってくると思うんですよ。そうですね、おそらくはそこが問題かと思われます。
あとまあグリレーがいますけど、そこまで、ね、はあ脅威ではないかな。そこまで脅威ではないかもしれないですね。ただアイスポに手間取るようだとグリレーが脅威になるんですよね。そうですね。あとグリレーが一発飛ばしていった。そしてアイスポを脇目に見ながら、こう、いちいちさんとグリレー、グリレーをまず飛ばしに来ましたね、これ。まあ、一発ダメージは入るんですが、リロードが入った、ここでグリレーを倒していく。きっちりと倒していく。さあ、しかし、ここからですよ。あー、でも、IS4、この今の一発の外しがどこまで効くか。ああ、うまいことこう、あれですね。113の速さ、車体の速さっていうのを使いましたね。いや、しかしこれ、ちょっと、微妙ですね。微妙ですね。この IS はうまいこと亀になりましたね。うまくやりましたね。しかし。まあ、2対1にしては悪くないでしょう。ああ、しかし、エキスさんのが早いんでね。そうですね。今ちょっとリタイムしましたか。やりやすいですよね。これで、こう、あれですね。リロードを終えたバットチャットが飛び込んで、ゲームセットかな。そうですね。裏から打って。ですね。リロード終わって、ゲームセットですね。あれ？きっちり足りましたね。受けない。1発、2発、3発。ですね、うん、間に合いました。はい、ゲームセットです。全量撃破で、プロフィットの勝利です。うん、普通ですね。普通の中試合内容になりましたね。ちょっとなんでしょうね、うん、まあまあまあこの2チームだと今のこの2チームだとこういう感じなのかなっていう、っていうとこですよね。なんとも言えないですよね、ちょっといまいちですよね、全体的にね。その113の居場所が判明したならもっとこう、そのね、ゼロライン取れているのであればもっと前に 215B を押し出してもよかったわけですよね。なんか なんか足りないですね、こう足りなさがありますね、物足りなさがね。いや、ここでいいんじゃないみたいな、その、なんだろう、消極的防衛策みたいなのを取って、なんか、ゴールドバスはドツボにはまった気がしますね。少しちょっと、失敗しましたね。どうにもいかんともしがたい感じになってしまいました。そうですね、少しは頑張って、なんというか、IS4 の寄りがちょっと遅いんですよね。最後でしたよね。最後の最後にようやく IS4 が来たじゃないですか。そうですね。IS4 ってもうどちらかというとダメージを受けたいですから、そういう形にはなってないですよね。IS4 って何をさせたいかっていうと、バトチャットとかで後ろを取ったとしても、例えばバット AP なんか典型なんですけど、IS4 の後ろを取ったからといって、貫通できるとは限らないんですよね。そうですね。ということは、バット AP に囲まれるような位置に、アイスフォーっていなきゃいけないんですけど、そういう位置にはなってなかったですよね。横から入っていく位置ですよね。あれは何かっていうと、113とかの位置なんですよ。わかりやすく言うと。113とかだと、あの位置にも、すごい大きな意味が出てくるんですよね。火力も出ますし。そうですね。だからアイスフォー、火力もいまいちですし、速力ないですから、活かせないですよね、全体的にね、手法を。なんかその辺の効率の悪さですよね、が露骨に出てるのかなと。こう、ね、あれですよね、215B もたくさんグリルもいるわけですから、そのね、ヘビータンクでその突っ込んでくるであろう113っていうのを先を持って囲んでしまって、で、ね、IS4 もそうなった状態だったら、こう、6ライン押し上げて、相手の裏に入り込んでっていう案もあったんですよね、実は。そうですね。なんかそこのところが、ちょっと柔軟に考えられてない、なんか最初にこう決まってるからもうこのまま行ってしまえっていうような、になってるように思いますね。雑な乱暴さ加減ってやつですよね。まあそんな感じですよね。これで適度に守ってれば勝てる相手には勝てるかもしれないっていう、
なんかそんな感じですよね。その分の悪い賭けになんか全額突っ張ってそのままなんか負けているような感じがしますよね。しかしちょっと、まあそうですね。ゴールドバスは10が一番ダメージが出てるっていうのはよろしくないですよね。これですよね。アイスフーがダメージ出てるっていうのはなんかいいことじゃないかっていうふうに見えるんですけど、これ同じ場所に 215B いたらもっと取ってるっていう話になりますからね。多分ね、もうちょっと貫通してもうちょっといいダメージ、もうちょっと高回転しますからね。そうですね。でもう一つはあの何ですか、グリレーですよね、グリレーの名前が見えないんですけど、どこにいましたっけ、上の方にいましたかね。一応7位までにはいたのかな、2500かなんかですよね、ちょっと足りないですよね、というか、あの結局グリレーが活躍するのって相手に突っ込まれた後なんですよね。そうですね。何のあれにもなってないんですよね、抑止力にも。なってないんですよね、たまたまラインに出たら打たれたよぐらいのこう相手にしては痛みでしかないんですよね。バフェントレーガーぐらい火力がないとやっぱりグリレーだと戦いにくいのかもしれないですね。でこう見つかったら見つかったでアホみたいなフォーカス受けますし、不憫な車両といえば車両なんですけど、それもこれもやっぱりディフェンスラインが上がらないから後ろで控えてるしかないっていう。そうです、そういうことですよね。だからこう相手のその113の軍団がこう街の中その十字路のところに浸透する以前にもう見つけた段階でこう上げるべきでしたよね。その方が54ライトも守りやすかったでしょうし。そうですね。ちょっと今はって感じですね。ああ、室番下ですか。そうですね。室番下も構成がなんか両方ともいまいちな、パッとしない構成ですね。ただプロフィットはプロフィットで、ともかく高速なミディアムタンク編成で相手を振り回してやりたいという意図は見えるには見えるんですけど、 そしてゴールドバスっていうのは E5 と 215B、まあおそらくなんですがこう南側ですよね。もしゴールドバスが南側っていう守備側だとしたら、もう E5 と 215B のいる場所ってもう最初から分かるんですよね、あそことあそこ。あ、そうですね言い方はすごい悪いですけど、もう最初からあそこにしかいないだろうっていう、こうもうなんかお約束みたいな場所ポジションが見えてくるんですよね。そこがね、なかなかね、まあね、となるとこうプロフィットとしてはそれを崩すような動きを最初からすればいい。そうですね、もしくはバットチャットとそのヘビータンクのを切り離して先にどちらかから潰すという、まあ先にバットチャットを潰すという展開に持ってってもいいんですよね、だからなんかその辺を見せたいですよね、そういうなんか思い描いた形をそのまま実現させたいですよね。お互いにそうだと思うんですけれども。そうですね、今のところちょっとお互いに実現してない感じがするんで、まあそれを実現させたいですね。まずはそこですね。はい、見ていきましょう。先ほどと編成は一緒で、やはりですねゴールドバスディフェンスですよね。まあで HT をそこに置くっていうのもまあ想定できますよね。想定の範囲内ですよね。何のあれもないですね。面白みもないですね。こう言ってしまってはなんですけど。ちょっと同じですよね。まあこれキャップ取るのかどうならないかですね。取るんですかね。取って3キャップにすると、ちょっと危ない感じもするんだけど、そうですね、危ない感じもするんだけど、これ、いい感じなのが一つあって、これ HT 間に合わないと面白いんですよ。そうですね。間に合わないで。間に合わなさそうです。ギリギリ E5 が間に合うかな。いや、ギリギリこれ間に合うと思うんですよ。これ間に合ってしまうと、この構成でぶつかっちゃうと負けてしまうので。そうですね。ただ、E5 が瞬間的に落ちても楽しいですよね。落としきれますかね。いや、落としきれないですね。いや、まあ無理でしょうね。無理ですよね。いやー、ちょっとこれはさすがに。これ良くないですね。これ完全に E5 の突撃が起因となって突っ込む形になって、無理突っ込みしましたよね。いや、それをせざるを得ないのですかという感じです ね。それをするんだったら3キャップにしてはいけないですね。3キャップにすると、
あこの辺に3キャップしているんだという前提で相手も動いてきますから。ただこれ面白いですよ。いるという前提が何が面白くなったかというと、ゴールドバスの車両はほとんど今多分リロード中ですよね。ちょっとこれはただまあ何ですか、プロフィット側もリロードしてるんで、バッチャットが、まあ、そこで、まあ、なんとか耐えればというところですかね。なるほど。あっと、チェッコの位置、そこで、あれ、なんか結果的に良くなってるけど、本当はダメですよね。本当はその位置良くないですよねっていう。結果的に1台壊して、こう、なんか釣り合ったようには見えますが、みたいな。いや、でも、うん、いや、釣り合ってないですね。よく見ると釣り合ってないです、これ。そうですね。結局のところ釣り合わなくなりましたね。430の利点がまるで出てないですよね。ちょっと430の利点はなかったですね。同じことするならバットチャットでやった方がいいですから。バットチャットでやった方がいいですし、キャップするなら HT でキャップした方がいいですよね。最速でキャップしたところで E5215B、まあそれなりには速いですし、初動がね、あっち、そっちへ動いてくるんですよ、当然。215B も E5 も当然なんですけど、ここでは3ライン、2ライン側に行きますよね。そうですね。うん。行きますよね。で、来るんだから、そのままキャップ入ってたら、そのままキャップをその勢いで切ってしまえばいい。うん、というふうになってるんで、うん、まあ、うん、まあ、そうですね。そうですね。はい。はい、ちょっとだからその辺の仕組みというか、なんかその辺を理解してないですよね。やっぱり2ライン、3ライン側に HT 相手来るんですから、来るのは分かってるわけですよね。ちょうど動いてきて、来て、3キャップして間に合うかどうかって分かりますよね。これ入れて試したら分かるはずなんですよ、走ってみたらね。うん、で、かなり余裕で間に合いましたよね、今 E5。これが分からないっていうのは、ちょっと何をしているのかなと言われても仕方がないですね。もう突っ込んでくるのが見えてるわけですから、何かそれを透かして手痛い反撃を与えるとかっていうのがやっぱりないと、ね、相手にヘビータンクがたくさん混ざってる分ヒットポイントで打ち負けてしまいますからね。そうですね。ここの今ちょうどここのシーンですよね。ヘビータンク2枚をうまく、ね、前に釣り出したっていう形には見えるんですけど、結局その後ろにいるミディアムタンクがフリーハンドでこうフォーカス集中させることによって、ヘビータンクね、これ全弾抜けてればいいんですけど、抜けてないですよね、そもそも。そこですよね、うん、問題はね。やはりヘビータンクのヒットポイントで粘られてるうちに、それヘビータンクに与えたダメージ以上のお釣りをもらってしまって、無傷のバットチャットが残るという展開ですよね。で、傷だらけのオートローダー軍団とどっちが強いかといったら、もう無傷のバットチャットの方が強い、純粋な力の差が出てしまいました。はい、ちょっとこうゲーないですよね。バットチャット、いや、ミディアムでもっと固めるんだったら、もっと何か事前にな、相手のヒットポイントを減らす方策みたいなのが欲しいですよね。あれでガチャンってあって勝てると、なんかね、勝てるとはでも思えなかったですね。見たら分かりますよね、構成をね。そうですね、構成見たらそれ勝てへんやろってなるわけじゃないですか。なのにこうバカ正直にガチャンと当てて、いや、まあ、まあ、あっさり試合してくれることはいくことですけどね。そうですね。なんかこうやってスタッツ見ても、ああやっぱり勝てなかったよ以外の感想しか浮かばない、それ以外の感想って浮かびにくいですよね。浮かばないですよね、うん、ちょっとね、頑張ってもらわないといけないですね。まあ頑張ってくださいと。そう、次のプロフィットはもっとうまくやってくれるさって、次あるんですかね。次ステージ2進めるかどうかですよね、うん、ステージ2進まないといけないわけですけれども、ステージ2からこれステージ1で落ちてしまうと苦しいんで、すごい。そうですね。もうゴールドには戻ってこれないよぐらいの、まあなんかもうゴールドに戻ってくるのめちゃくちゃ
苦しいですからね次。まあでも本当にね、エクストリームタンカーからシルバーマーベリックスに上がるのも厳しいですけど、マーベリックスの中でまずね1位が自動昇格で2位で入れ替え戦ですか ね、めちゃくちゃ厳しいですよね、今回。まあ前までは4チーム上がれたんですけど、そうですね、まあ、前までは2チーム自動昇格、うん、2チーム入れ替え戦でしたからね。はい、まあ、半分になったわけですが、まあね、今の感じだと半分になっても仕方がないですね。シルバーから上がってくるチームがちょっとことごとく失敗してるんで、そうですね。ただね、その中でも TCZ みたいなね、チームはありますよね。チームも261を持ってきましたね。ゴールドバス、これは261ですか。普通に考えるとTier8の方がいいんですね。まあで、あえてTier10の SPG を持ってきた。当たればいいですけどね。まだ手打ちなんですかねって。ああ、そうですね。なんか一つ目こう大文字なのに二つ目小文字になってたりするんですねこれ。まだこれ面白いですね。まだこうね、まだその辺のテクノロジーが開発されてないんで。まあそうなんですね。急いあのね、この WGL のルールっていうのは、ルールっていうかもう試合前に8チあもう全部そのマップ版が決まった段階で全部の車両のピックを提出しなきゃいけないんですよね、確か。でしたよね。らしいですね。らしいですね。なのでこう相手が決まっているんだったら完全にもうその時点でそこの時点で決め打ちをしないといけないんですよね。そうですね。試合の流れとかで途中で変えるっていうのはないんですよね。できなくなったみたいですね。僕らの頃は試合をしまくってましたけどね、そんなことをずっと考えてましたけどね。相手が HT 増やしてきたからこっちも HT 増やそうとか。なのでこう、何か勝負を仕掛けるんだったら最初にこう仕掛けるしかない。一回だとしたらちょっと流れ失ったらそのまま持ってかれるっていうのもなんとなくわかる気がしますよね。そうですね、はい。さあ試合の方見ていきましょう。プロフィット VS ゴールドバス。ゴールドバスが1本取り返したわけですが、さあこの調子でもう1本取ることができるのか、果たして261刺さりますかどうか。刺さりますかね。いやー、まあティアテンタン、ティアテンアーティー責任重大ですよ本当に。これティアテンアーティーは怖いですね、ちょっと。まあね、こうクラウンウォーズとかでもティアテンアーティーね、ありますけど、当たったら即もう戦力外ですからね。刺さったら、刺されば面白いですけどね。刺さりそうにもないですけど、ちょっと RU251 がいろんなところを探して、ちょっとこれを刺すのは非常に難しいと思いますけどね。まあ、あのティア8アーティーなら、まあ、1発2発で済むんですけど、まあ、お釣り返ってきたなぐらいですけど、これティア10ですから、もうなんか3発4発当てなきゃいけないんで、そうですね、めっちゃ難しいですけどね。あれ、これダメージ入りました、もしかして。でも552もしかして？ああ、刺さりましたね。やるじゃん。やるじゃん。やるじゃんって、まだ1390例ですけど、ね。1390の2、こう、ブラストダメージですね。刺さってたら死んでますからね。倒されてますからね。激キャですね、はい、当たった瞬間激キャだね。いや。見えた瞬間に放って、よく当てましたね。よく当てましたね。あ、置いてたんでしょうね、そのあたりに。これね、同じ位置にもう一回ポーンって放ったら見えてないのにだね、キルログ流れるっていう、なかなか美味しい展開になりますが、当たるでしょうかって問題がありますからね。まあティアテハーティーね、リロード時間がね相対的に伸びてますから、ダメージも大きくなっているんですけど、ああ外しましたか。ティアテハーティーの方がいいって言えばいいんですよね。まあこう特にブラストダメージで言うならば4043で十分っていう噂はあるんですよね。そうですね、4043でいいって話がありますよね。あれこう、ちょっと21はオーバースペックかなって感じがしますね。あれ、直撃すれば、ね、ティアテンミディアムだったら、ね、そうですね、ティアテン並みのカレコも持ってますし、4043っていうのが一番ベタかなというふうに思いますけどね。
うん、まあ他の選択肢としてはロレーヌ15551ですよね。あれは回転ですよね、まあ、回転が速いのとそして移動速度ですよね、うん、まあ261も移動速度なんですが、まあうん、まあそれ以上まあ一番移動速度が速い T8 当てっていうとやはりロレーヌかな、うん、なってくると思いますよね、まあ、あれは非常にいい。さあプロフィットはこのままこう外側から延々と打たれ続けるのはとてもとてもこう面倒くさいということで北側にミディアムタンクを回していきました。完全にこれは中央のね、ね、5ラインと6ラインの間にあるこう縦の道を境に完全に両軍が睨み合う展開になりましたね。お、キャップに入れましたね。ハイポ選手の251がキャップに入りました。さあ E5 も発見できて261が刺さるか刺さらないか、うん、ダメですね。ダメですね、残念ながら。251を2390で見に来いって言ってるんですねこれは、うん、さあすごいじりっとした展開になりましたが、次はどうしましょう。北側で、おっと、あーっと貫通。これで STB1 ですかね。キルは STB1 が取りましたが、261刺さりましたね。刺さって燃えて、でそこにとどめの一撃っていう感じでしたね。1700程度すっ飛ばしましたか。いや刺さるもんですね。うーん、うーん、うん、ね、いやまあプロフィットもプロフィットで、そうなる前そうね、当たったらそうなることが分かってるんだから、当たる前になんとかしようよっていうところではあったんですけどね。まあ、かわすのは難しいですね。そうですね、一回放たれてしまいますと、うん、あとはもう乱数の神様に愛されるか嫌われるかのどっちかですからね。ああ、これでもただ HP は互角なんで、まだ互角です。枚数は違いますけど、はい、まあ、枚数の違いも SPC が1枚全く働かなければこの先まあゼロですから、うん、変わらないんで、まあプロフィットはもう一度立て直そうと。そうですね、うん、取り直した方がいいですね。あんまり、まあ、この時あのティア10なのがちょっと引っかかるんですね、あのゴールドバスは、うん、ティア10だと丸々1枚なんですよね。ティア8だとまあ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 って感じなんですけど、あ、有利になったやんぐらいなんですけど、ティア10だとちょっと嬉しくないかな。はい、ね、このね、リーグ戦に出てくるような車両っていうか乗務員っていうのは基本的にフルスキル持っていますので、イコールこう消化スキルマックス持ちですので、だいたい基本的に、3回炎症ダメージを受けて消化が可能です。そうですね、はい、3回ダメージも、ただそれにも限度がありまして、今のようなこうね、SPG からアホみたいなダメージを受けますと満額3回分ということで、とんでもない大ダメージ受けるんですよね。そうですね、ね、スリップダメージで、負けられない戦いで消火器外すのはと言いますが、あの消火器つけて負けたら消火器のせいになりますよ。そうですね、そういうことですね、あ、130でこれ、そうですね、見つかりました。いいところに来ましたね。あ、しかし一発弾かれた。これ リロード終わった。これでもう261は残念ながらこう、いや、これプロフィット一方有利になりますね、やっぱりティア10アーティーだとこういうことがありますよ ね、 そうですね。しかし3キャップ入ってこれカットに間に合うかどうか、まあ、カットに間に合うのはミディアムタンクのみ、ちょっと大丈夫なのかなっていうところですね。 E5 これ間に合わないようだと、はい、E5 はちょっと無理ですね、時間的に。うーん、ミディアムタンクがまだいい勝負ですかね。ミディアムタンクが無理やり間に合わせて E5 が突っ込むといった感じ。そうですね、そこは通過してしまえば、あー、引きれなかったですね、爆発してしまいました。あー、一気にドーンですね、はい、4発。しかしバッドチャットにも側面からいいタイミングでダメージが入りましたね。これはプロフィット的にはもう
まあ、これでいいですね、想定された感じですね。そんなに損はしてないですね。はい、まあ、プロフィットこれ勝てそうですね。はい。そうですね。次のことはちょっといまいちかな。次のプロフィットはちょっとはうまくやったかなっていう。ちょっとうまくやりましたね。やっぱりティアテナーティーやると苦しいですね。あの、1枚持っててもこれですからね。そうですね。うん。結局その攻めに転ずるタイミングで SPG を置き去りにする以外ちょっとなかった。で、置き去りにしてしまったら敵のティア8タンクで取られてしまった。あーっと、まだ分かんなくなってきました。ちょっとこの辺が分かんなくなってしまうところが、もうなんかダメなとこと言われる。そうですね。バッドチャット、あ、うまいこと引き出して一発で仕留めていきましたね。あ、これでもう間違いないです。ここで間違いなくなりました。 いやー、決まるまで分かんないですからね。あんまり決まるまで分かんないのはいいこととは言えないですね。あ、ちょっと待って、今の外したので分かんなくなっちゃいましたよ。あー、もう一発外してしまった。いや、これはさすがに、あ、まあ大丈夫かな。 E5 側に逃げればいいので、大丈夫ですね。やはりここら辺、こうサーバーが韓国サーバーからアジアサーバーに変わったっていうのがあって、いつもだったら当たってる感覚の球も若干ずれて飛んでいってしまう、まあ、不慣れですよね、なんか、うん、いきなりこうサーバーを変えられて、ね、トップでプレイしてくれって言われてもなかなか難しいものがありますよね。まあ、ゼロのところに突然ぶち込まれるっていうのが、まあ、アジアのチームの宿命だったわけですけどね。まあ、某日本のチームもそうでしたけども、ね、まあ、突然100のところからゼロにぶち込まれたら、それはそれでずれるんですよね。こうオフライン大会とかで韓国とか、あとは中国とかでもそうでしたか。いや、どうなんですかね。中国は聞いてないですけど、うん、まあ、韓国はそうですね、ゼロですね。うん、いや、まあ、なんか面白いほどに当たるっていうね、そういうゲームですけどね。ちょっと当たりすぎてね、違和感があるんですね。うん、あ、この辺はやってみると分かると思うんですけど、特にこう僕もね、海外行った時にちょろっと遊んだりすると違うなと思うのが、本当に APCR が打った瞬間相手に当たってる気がするんですよね。そうですね、うん、打った瞬間当たりますね。ちょっとずれるんですよね。あの、ピン100で日本からプレイすると、打った当たったみたいな。そう、打った当たったみたいな。大体その相手がこのぐらいの速度で動いてるから、こうここら辺にもうみこし射撃でここら辺打っとこうで、当たるか当たらないか、こうみこし射撃なんで結構ずれるんですよね。ところが向こう、なんだろう、向こうそのピンの いいところに行きますと、こう相手に照準を合わせたまま打っても当たるよっていう、そういうレベルで、はい、うん、当たる時があるんで、これはもう本当にしょうがないです。物理的な距離の問題があるので。特にアジアはもうね、サーバーが多言語戦場と言われるぐらいこう多様で、いろんなところからこうシンガポールに一気につなぎますからね。はい、はい、といったところでプロフィットがセットを取りまして3対1ですか。うん、これ当てたんですけどね。ねえ、当てたんですよね、これ。当てたんだけどって感じですね。ゾーンと、あ、まあ、これはまずはあれですよね、1390ですよね。これも全部当てたんですけど、ね、あ、そうですね、1700飛ばしてますよね。で、3回スリックダメージで2000ダメージですか、総計。でも考えてみると、今のだと計算全然合わないんですよね。何かっていうと、あの、261と E5 交換しただけですからね、これ。そうですね。うん、全然得しないんですよね、考えてみるとね。まあ、ヒットポイント的にはまあ十分得はしてるんですけど、格、ティアの格的には全くもって得をしてないっていう。まあ、ヒットポイント的に得するのは当たり前ですからね。まあまあまあ、まあ、SPG は性質上、あの、 SPG で損するって何もしてないのと同じですから。そうですね、 SPG で損をするは何もしてないですよね、はい、イコールというわけで、261があれ、ダメージそんなに出てない、ああ2500ですか、
稼いではいるんですよね、十分。こうね、十分に近いことができてはいるんですけど、何かが足りなかったんですよね。特にバッドチャット部隊のダメージが出てないのが気にかかりますよね。ちょっとね、うん、ね、コメントでもありましたけど、自走がチーム内トップじゃ困る、うん、まあその通りなんですよね、はい。まあでもチーム内トップになるようじゃないと、ティア10の自走を入れた意味はないですね。そうですね、ティア10の自走だと1位じゃないといけないですね、うんうん、ティア10の自走っていう、ティア8の自走で2500つと立派ですが、うん、ティア10の2500はそれほどって感じですね。多分ティア10だと5000ぐらい出さないといけないですね。ティア10で SPG 使おうって思うなら、ほんまにそうですね、うん、本当に5000ぐらい必要だと思います。じゃあティア10の SPG で物理的に5000稼げる車両があるかって言われたら、うん、ないよ、ないですね、うん、まあ、当たらないですね。そんな当たらない、そもそもそんなに当てられない、そもそもそんなに数打てない、試合の時間が、ね、そう続かない、試合の時間10分しかないですからね、うんうん、相手見つけてからって考えると、まあ、そんな当たらないですね、そうですね、 HP がそう大損してるんで最初に、うんうん、大損してるも同然なんで、ね、最初にこう1700ぐらいの差がついちゃいますよね、相手にハンデですよね、あれにね。最近ね、カレンのオペリスク選手も自走にあんまり乗らないということで。乗ればいいと思うんですけどね。あんまり乗りたくないのかな、うんうん。あんまり乗ってないのかもしれないですね、最近。最近なんか、普通にランダムやっても、なんか普通の選手は乗ってんじゃないですか。うん、どうなのか知らないですよ、今。今どう、何乗ってんのか知らないんだけど、まあ、なんか SPG は多分乗りたくないんだと思いますよ、なんかの理由で。またその乗れるようなマップが少なくなったっていうのもありますよね。まあ、ただステップ、ムロワンカあたりは使いどころがありますから、まだまだ、うん、特に攻撃の場合、使ってみると面白いっていうのは、ね、結構、CIS の方でも結構使ってますよね、このあたりのマップは。だから、うん、やってみてもいいのかなと思いますね。CIS とか EU とかかな、どちらかというと。そうですね、どちらかというと EU の試合で結構見ますね。EU とか NA では、プロホロなんかでも使ってたりするんで。特に、そうですね、RU でもここからガンキャリー、を出してきて、しかもマインズでコンカラー出してきて、ほんまかみたいな感じでこう二度見したこともありますけどね、はい、始まったかな、始まりましたね。次の試合はゴーストタウンです。プロフィット車両編成見ていきましょう。 E101 枚に 215B が2枚、113バッチャ50、51、1390という編成。それに対してゴールドバスなんですが、 E100215B が3枚、50B バッチャが1枚、54ライトウェイトということで、早速バッチャに一発400かな、400入ってますね、400以上のこのあたりですよね。このあたりで負けてしまうから、一発一発でどんどん損がかさんでいくんですね。この辺を取り返しに行くとまた損するんですよね。これだから、自利品なんですよね、ここからがね、うん、相手の方がポジションが優勢なんで、うん、先にダメージを受けて、じゃあそこからどうする。そうですね、ちょっと前に出れないですね、出れないですね。さあ南北にかなり長い防衛陣となった、いや攻めのプロフィットなんですけどね、赤チーム。これね、2キャップに入れても面白いような感じはするんですけど、そういうことはなく北側でヘイトを取ってますね。まあまあ、もうちょっと削り合ってもいいかなというのがプロフィットですね。なるほど。ああ、優位に打ち合えてますもんね。うん、優位に打ち合えてて、ポジションもなんかじりじりいいポジションが取れてきてるんで、うん、まあ、そうですね。特にその南の方の。あ、しかし、E100、これ、榴弾貫通ですか？とんでもないダメージが見えた気がしますが、いやこれは多分榴弾じゃなくてもこれぐらいはダメージ、いきますか、700かなり上引いた気がしますけど、うん、上引くとこんなもんですからね、でも、ちょっとこう1390が
不用意でしたね。あーっと、エピックのバットチャットもこれちょっと。ちょっと崩れて、一度崩れると止まらないですね。そうですね。これ完全にもう、動きが、身動きが取れなくなったところを、こう、ゴールドバスのバッチャが仕留めに回っていった。わー、これは。ああ、しかも助けに行こうとしたところに余計な一撃、二撃もらってしまう。これは完全に、やらかし案件ですね。バットチャット。バットチャットが勇み足で、キャップの中方面に入り込んでしまってから。1、3球霊が倒されてから、なんか変な動きでしたよね。そうですね。なんか、あ、まずいっていう感じで、バラバラバラっとなんか、統制がまとまりきらない感じで、こう、打ち合ってしまって、ああ、しかも、こう、215B。飛ばされる。統制が取れないバラバラで突っ込んでいきましたよね。今ちょっと、ちょっとまずいですね。バラバラで突っ込んでしまってはまずいですよ。はい。うん、まあそのそれでバットチャットが撃破されてから動き始めたんですね。今日曜日見てた方はちょっとよくわかると思うんですけど、いや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 倒される前に動こうよと。そうですね。まあこうその間、何がこうね、行くのか行かないのかっていう話し合いがあったのかもしれないですけど、話し合いをしている暇っていうのは基本的にはないですよね。だから反応ですよね。こっち来るんだったらこっち行くわっていう、そういう反応がちょっとないですよね。まあ、その辺が良くないんだと思いますよ。うん、というわけで、ただここでこうヒットポイント慎重ですね。慎重なんですよね。うん、なんかもうやめとこやめとこって感じでね、うん、まあまあ、やめとこ動くとろくなことになんねえって思ってる守りだしみたいな、守りだし動くとろくなことになんねえよ、うん、まあ、来いよもう来いよって感じですね。完全にもうね、相手が動いて失敗するのをじっと待つって感じですね。まあ正直ヘビータンクメインでここまで差がついてしまいますと、どこをどうやっても取り返しが効かないですよね。まあこれはちょっと取り返しがつかないですね。もうどうしようもないじゃないですかね。さあ、やはり韓国のチーム同士の戦いらしく、本当にこうねっとりとした時間の使い方をしてきますよね。ただそれで困るのが、完璧な布陣が引けているかって言ったら、実はそんなことは全くないっていう、なんていうか、なんというかですね、どっかをついてどっかが崩れると、なんかドミノ倒しみたいにバタ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 っていう、うん、でまあなんかこの2チームだとガンガン崩れていきそうですよね、うん、なんかそういうところが、うん、もう完全にこうゴールドバスはこう、ま、待ってれば来るっていう、はい、来いよって思ってますよこれ。多分ね、そう思ってるでしょうね、うん、多分結構選手イライラしてると思いますよ、負けてるし、うん、負けてるからね、特にイライラしてますよこれ、うん、負けてて、あの勝ち確で早く来ねえのかみたいな感じの時はすっごいイライラするもんなんでね、うんうん、あんまりこうね、メンタル的には良くない影響なんですけどね、それって。そうですね。あんまりイライラしない方がいいですね。落ち着いてやった方がいいですよ。普段通りやった方がいいんですけどね。なんかそうもいかないんでね、人間なんで。うん、これも、あれなんですよね。こう、フルの 215B と E100 をこう先頭に立てて、ズイッと突っ込むだけで、基本的には試合的にはゲームセットなんですけど、しないですもんね。まあ、相手の方がちょっと、まあ、113とか TVP とかちょっと早いから、突っ込みに行きたくないんでしょうね、うん、早く来いよってことですよね。だからどっちにせよ、うん、行かないと終わらないから、うん、10分までやんのかって思ってますよ。とうとうしびれを切らしてプロフィットが仕掛けますね。まあでもこの仕掛けっていうのはもうまあ無理でしょうね。どちらかといえばこう、うん、ね、予定調和に向けて突き進むっていう。はい。あ
あとは50、51が、ああ、54ライトウェイトに詰められてますね。ああ。うん。いやー。ちょっと長引きましたね。はい。うん、ちょっとな長いですね。うん。まあ。うん。なんか試合展開がね、もうちょっとパッとしないんでね、もう一つなんですよね、お互いにちょっと。お互いにちょっともう一つなんですよね、なんか切れ味がないですよね、一瞬でパッと倒しに行くみたいな。こう、あれなんですよね、夏の暑い、このね、汗だらだらになりながら、なんか、ね、炭酸の抜けたぬるいビールをこう喉に流し込まれる、そんな感じがしますよね。うん、なんかこう喉越しぬるっとっていうはい、まあ、去年に比べればレベルだいぶ上がりましたからね、またね、うん、毎年レベルは上がってるんですよ、うん、ちょっとずつね進歩してるんですけど、ね、ただちょっと下位チームがねちょっと見るに耐えない試合することがちょっと多いかな、まだ、うん、まだちょっと多いかなと思いますけど、まあでもそれでも相当上手くなりましたよね、みんなあのアジアプレイヤー、うん、特に TCZ みたいなところもそうですし、うん、まあどこもそうですけれど、うん、まあなんか B ゲーミングなんかまあなんか一番昔なんか覚えてるのは僕が解説してたんだっけ、あの時なんか あのありましたよね、ゴーストタウンでなんか CT が3枚置いたら終わったみたいなやつもね、アゲ3を3枚だか4枚だかなんかそういう時もありましたけど、今多分あんなの絶対起きないですから。ありましたね、うん、思い出しました、南から E103 枚、真ん中のキャップでしたっけ、そう、あれ、IS、あの時、ディア8だったから、IS3 3枚が、ね。IS3 3枚でしたっけ、ああ、そうですね、そうですね、うん。3枚南から突っ込ませてキャップに入れたら終わったっ。そういう時代もあったんですけど、今、多分そういうこと起きるかって言ったら、絶対起きないんですよ。うんうん、まあ、そういうぐらいにはレベルが上がってるはずなんですよ。うん、まあ、なんか、でもさっきの試合で、ホースマンがなんかとんでもないことやってるの気がしましたけど。まあ、ああいうのがね、ちょっと当たり前だった時期があったんですよ。そうですね。うん、まあ、そっから比べると、こんなことやってるわ、おもろってなるぐらいにはレベルがやっぱり上がってきてるのかなと、うん、全体にね、思いましたね。うん、ただ、ちょっと、ちょっとこの試合は良くないですね。その、うん、全体的にこの、気が入ってないですよね。プロフィットバーサスゴールドバスっていう、特に我々はこう強かった時代のアレテ、そしてコンドゥの時代を知ってますから、やっぱりその流れを持つチームとしてやっぱりゴールドバスっていうのを見てしまうと、なんと、うんうん、なんともこう言えない気分になりますよね。シャキシャキ見せてほしいですね。だからシャキッとしてる感じの打ち方見ててほしいですね。なんか、うん、泥沼になってますよね、うんうん、なんかそれも、コンドゥとか、まあまあ、その、一番昔のアレテ時代って何やってたかっていうと、相手をはめて、なんかドロドロ、なんか突っ込んでも、なんていうんですかね、芯に当たらない感じ。そうですね。芯食わないんですよ。彼ら、なんか芯食わないんだけど、なんて言うんだろうな、今回のは、今のは芯食わないんじゃなくて、芯がないだけに見えるんですよね。うん。ちょっと、それはまずいでしょと。今のは完全にあれなんですよね。こう、プロフィットが北で一回やらかしをして、そのやらかしが伝播して、こう、バッチャにもなんか伝染して、バッチャが無理突っ込みをして、バッチャが飛ばされて、そのバッチャをこう、ね、こう、切り落とすタイミングであったはずなのに、無理に助けに行こうとして、リンチ 5B がさらにダメージを食らうっていう。うん、すごいこう、なんか3やらかし連続してるんですよね。しかも、やらかしてる車両が1台や2台で済めばいいんですけど、3台目、4台目まで全員ですから、ね、やらかしてるんですよね。全員が変な動き始めてる、ね。はい。こう、目の前でこう、やらかしているのが、こう、ずっとこう、続いていて、こう、我々としてはなんだかなと思いながら見るしかないんですよね。ああ、541持ってきましたから。はい。まあ、541いいですね。
コミワはなんか一時期流行りましたけど、今はどうなんですかね。あまり EU の方とかそんなにめちゃくちゃ見てないんでわかんないんですけど。ただ、こう、入るところでは入ってるのを見ます、ね。見ますよね、ちょくちょくは入ってますよね、うん。まあなんかそういうのも見るんですけど、なんかあまり最近 EU あまり置いてないんでわかんないんだけど。そうですね。試合室とかはまああまり見ないですよね。今。まあでも去年じゃないな。あの前のシーズン結構見ましたよね、ゴーヤンはね、一時期。ルインベルクとかね。そうですね。うん、結局、こう、どのタイミングで突っ込ませるかっていうところで、ただちょっと今のあれですね、こう、ティア級に今いなかった気がしますよね。うん。なんか今でもおかしかったです ね、構成。ティア級、ティア10&ティア級みたいな、そんな感じになってて、あれ、ティア級に今いないっていう。はい。そうですね、なんで、こう、おそらくね、あの、手打ちなので多分ミスがあったのかなと思われます。はい、見ていきましょう。正式なものが今出ます。541はなかったですね。はい、541じゃなくて54ライトウェイトですね、おそらく。はい、はい、じゃあ車両編成見ていきましょう。 215B が3枚、 50B が1枚に、 50-51 が2枚、54ライトウェイトという編成です。エピック。そして、ゴールドバスなんですが、IS4 が1枚に 215B が3枚、50B が3枚、E4。E4? ああ、なるほど。E4 いいですね。ねえ、面白いですね。うん、そして416が3枚という編成。E4 はいい発想かもしれないですね。まあ、どうなんですかね。きちっと出るかは微妙なところですが。IS4 でも、ここキャップ入れますか？これでも切られますけどね。うん、切られてますね。うん。こうプロフィットがそもそもがこう南側にかなりこう張っていたっていうのもあるんですが、さあこれ刺しに行ったんですが逆に刺されているかどうか。 50B が全くもって働けてないですね。働く前に TVP にガリガリガリと打たれてますね、まあ相手の 215B もそれなりに削れてるから、うん、いいでしょって言いたいんでしょうけど、難しいところですね。難しいですね。微妙なところですね、これは。さすがに微妙ですね。さすがにこれだけちょっと HP 失ってると、うん、そうとはいい。ああ、IS4 も飛び込みましたね。うん、これ完全にあれですね。ロフィットは接近戦がうまく展開できてないですね。まあ、ゴールドバースもあんまりうまいとは言えないですけど。ラッシュをこうお互いにこう、ラッシュのなんか車列がすれ違った感じになりましたね。そうですね、ちょっと揃ってないからこういうなんかずれ方が起きるんですね、うん、揃えるとちゃんとこういうずれ方にはならないんですけど、こうプロフィット側としてはこうゴールドバス側としては追い込みをかけたかったところなんですけど、追い立てられた車両がこうそのまますれ違ってしまってみたいな感じになってしまいましたね。で、結構まだぐだっているので勝敗的には微妙なところなんですけど、ややゴールドバスの方がヒットポイント的に有利ですね。かなり有利だと思います、ただ 54LT がね E4 の側面取ったりするとまた話が変わってきますよ。そうですね、なので E4 っていうのはもうちょっとこう一両で単独で運用したくはないですね。はいですね、大事に使いたいですね。この 54LT をめちゃくちゃ大事にしたいと思いますね。いや、そこで 215B と睨み合うための車両じゃないんだな。お、TVP しかしいいところだから。通りますか、これ。215B に通りますね。あーっと、ね、リタイカットから。まあ、なんとか。いや、TVP が弾入ってないんですか。これ出ちゃダメですよ。ちょっとなんかグダってますよね。これで E4 に、ああ、ダメージ食らってしまいましたか。全くもって意味のない飛び出しをしてしまった。ああ、そして逆にこう撃破されてしまったという、こう。いや、なんで TVP が、弾入ってない。今さっき打ち切ったじゃないですか。そうですね。完全にこう、なんかコミュニケーションが不足してるというか。はい。うん。これは一旦完全にこう引いておきたいですよね。ただこうゴールドバスとしてはこのままキャップを踏んでいればいずれかは突っ込んでこなければいけないということで。そうですね。ただ E4 が微妙なんですよね。 215B のヒットポイントもあと 2,3 発ですか、うん、足りないですね。結構微妙なところなので、もしでも、ね、54ライトウェイトが
意表ついて突っ込んでくるとちょっと分かんなくなりますよ。いやー、どうやって切りますかねこれ。しかし54ライトウェイトを無理やり突っ込ませて、どちらか一発受けてるうちに215秒なんとか削り飛ばすしかないですね。あ、でも切りましたね。あ、うまいですね。54ライトウェイトの逃げ打ちがいいですね。これで 50B がうまい具合に、あ、 50B もう姿を現してちょっとこう混乱してますね。キャップしてる組が。そうですね。うん。これでもう勝負があったかな。いやー、まあ、なんでこんな連携取れてないんでしょうね、プロフィットはこれ。ちょっと、今のも T50-51 も連携取れてないですよね。54とちゃんと連携取れてれば、ああはならないですよね。一人で突っ込みに行くような形になりましたよね、なんかどちらかというと。そうですね。全く連携が取れてないですよね。なんなんでしょう、この 54LT と、なんか、あれなのかな、TVP だけなんかマイク繋がってないかなんか、なんかいや、まあ、ね、可能性的には。ちょっとそれ、そういう可能性が見えてきますよね、これ。マイク使ってないかな、みたいな、そういう感じですよね。で、この状況ですと、一発撃っても、一両撃破できないので、もう、ほぼ積んだ状態ですよね。これはまあ、もうどうしようもないですね。B4 出てきますかね。出ない。あ、出ずにキャップしますか。そうですね。キャップ続けますね。このタイミングで出ていきましたね。いい具合にこう追い払ったっていう感じじゃないですか。あ、ということで、ところであれですか。E4 がキャップで完了で終了ですね。はい。今のはちょっとまずいんじゃないかな。いくらなんでも。今の。最初は TVP がかわいそうだと思ったし、2回目は TVP がおかしいし、なんでしょうね。ちょっとこう、いや別にタイミング合わせて突っ込むだけだと思うんですよ。でね、弾入ってないでしょ。で、弾入ってないっていうのは、あの、もう極端な話、これ別にボイスチャットしてなくても分かるでしょみたいな。まあ、普通はだいたいそのね、 TVP 側がこう打ち切った後にリロードっていう風に叫びますよね。で、それから12秒間はもう俺置物にもならないよっていう状態を宣言しますよね。ちょっとね、今のはまずいですよ。慌てる理由が全くなかったですよね、どちらも。別に時間にも余裕があるし。このシーンですよね。ゴールドバスとしては囲み込みたかったんですが、2両じゃ、ちょっとうまくいかなかった、2両じゃ止めようがなくてすれ違ってしまった。逆にこうね、なんか2つのグループが大きな円を描くようになんか集合していったよみたいな感じになりましたよね。まあこれはまあこういうもんなのかなという感じですが、さすがにちょっとね、今の TVP はちょっと見てられない感じの動きでしたね。そのどちらのチームにも勝つチャンスっていうのはなんか散りばめられてたんですけど、こう MT 側のグループですよね、なんかむざむざ勝つチャンスっていうのをなんか、チャンスをどんどんなんか難しいものの方へ難しい方へっていう風になんか放り投げてしまいましたよね。ちょっと今のはないよなそれって感じでしたよね。はい、弾入ってるかどうかぐらいは把握してほしいですね。いやでも目の前で HP 飛んでるから撃ったの分かると思うんですけどね。とは思うんですけどね。っていうことを考えるとプロフィットっていうのはこう完全にこう集団戦闘においてタイミングが合わないし、こういったって状況ではなんか括弧撃破できるチャンスはあるっていうことをなんかいろんなところに宣伝して回ってるような感じなんですけどね。はい、試合も相手にチャット送れる。基本的にこうゲームシステム自体は完全に
ランダムマッチとトレーニングルームでやってると思ってもらってもらって、トレーニングルームのようなもので行ってると思ってもらって大丈夫です。大丈夫です。その、なんだろう、なんだろう、拠点戦とか、あとは、トーナメントとかっていうのでそのゲームシステムの中でやってもらっ遊んでる方には なんとなくこう分かると思うんですけど、基本的にチャット機能もそのままです。チャット機能はそのままですね、はい、うん、ただあれは送れないですね、あの感染者には送れないんですね。そうですね、感染者には送れないですね。あ、三三ですか。三三になりましたね。あのただオブザーバーとかも中に入っているので、あの攻撃的なメッセージとかはもう、あのなんだろう、レッドカード、イエローカードとかレッドカードの対象になりますので、基本的にはそうですね、あのオブゲーミングなんかその辺めっちゃ厳しいですから。そうです、ね、あの突然なんか前のシーズンみたいにね、なんか1チームあここにチームがあったんですけどねとか、ね、ならないように。そうですね、ここにチームがありましたが、なくなりましたみたいなのはありますからね、はい、前のシーズンありましたね、なんかそんなことがね、アジアでもありましたし、こうね、まあ他のリージョンでもいくつかありますね。ありますね、はい、うちわもめしてチームが消えたとかもありますし。ありますし、あ、そうですよ、アメリカでこうハイボルテージ、キャバリアーズが解散しましたね。はい、あ、そうなんですか、あの。パシフィックランブリーまで日本にやってきたチームなんですが。うまくいってなかったですからね。難しい。そうですか。そうですね。ちょっとやっぱりトップチームが、そして新婦が参戦を断念したりと、いろいろと地殻変動がやっぱり NA でも起こってたりしますよね。そう、 PVP スーパーフレンズもこう解散してしまいましたし、ちょっとね、残念ですよね。新しい世代のチーム頑張ってくれればいいんですけどね、代わりに。そうですね。ただこう期待したいのはですね、今日からこの裏で行われているはずの、エクストリームタンカーズですか、はいはいはい、かなりの数の日本のチームが参戦していますよね、確か。そうですね、あれでも勝ち抜けるの確かチームだけですよね。そうなんですよ、かなりこう、ですよ、大変な争いなんですけど、30チーム近く参加している中で8チームとか 7チームぐらいかな、日本のチームが参戦しているという話なので、多いですね、はい。僕らが始めた頃は僕らしかいなかったとか、そんな感じでしたけどね。そうですね、本当に2チームとか1チームとかそんなんで当たり前みたいな感じでしたけどね、シャーロットティーガーが頑張っていた頃はもうそれぐらいしかなかったっそんな感じでしたね、ありましたね、懐かしいですね。ただ今となってはその頑張りがこう功を奏したのか、日本でもトーナメントを目指そうというチームがたくさん増えてきて、なんか僕はここでボロクソ言ってるから、俺でもできんだよこれぐらいとか思ってるかもしれないんだけど、なかなかでもできないでしょう。もうね、やってみると本当にこうあれですよ、こうもう自分のこう情けなさにこうマウスを投げる日々が続くみたいなね、なんでここ登れないんだよみたいなね、こう僕もこうマインズの山登りとかこう檻を見て決めて当たり前なんですけどね、練習してるんですけど、なかなかうまくいかない。でもね、プロの選手とか、ね、ロシアの選手とか一発で決めてきますからね、どんだけ練習してんだよっていう。そうですね、あれなかなか決まらないんですけどね、でも決めて当たり前なんですよ。そうなんですよ。いや、ここには触れないでいきましょう。まあ、あるよね。多分なんですけど、中央から上がって線路を越えてずってんですかね、ずってんコロリンでしょうね、おそらくは。まあ僕は見なかったことにしましたよ、そうですね、見えてないですね、E5 これちょっとまずいですね、このままだと、E5 でキャップ切りに行こうとすると、 E5 は側面が弱いですから、あ、キャップ切りに行った時に砲塔なり車体なりどうしても横向けなきゃいけないんで、あの傾けた瞬間に打たれますから、あのキャップ入れられるとちょっと困りますかね。いやー、ちょっとね、プロフィット最初にポンポンポンと取れたのはいいんですけど、その後が良くないですよね、本当に。
自滅ですね。まあ、これもなんか、140も、ああ、ちょっとただで、ただで、渡すような感じで、ね。おかしい位置にいますし、おかしい位置にいるんですよね。それは何のためにそこにプロフィットは置いたんだろうって感じですね。何がしたかったのかな、その140で。なんかその140を打ちに来たら全部で打てるって話ですかね。まあ、先に140どう考えても解きますけどね、それで。で、ね、逆に顔やって隠されて、ダメージ取れなくなっちゃいますけどね。ウルバサはうまくコントロールしてますね。相手が突っ込んでも E5 相当深く入ってきてるんだけど、まだ113に当たれないですよね。これ、時間が長引けば長引くほど、こう。他の戦場では有利になってるはずですから。有利になってるはずなんだけどな、はずなんだけどなっていう。なんで僕が言うことが逆が起きるんだはずなんだけどな。なんで弾入ってないバットチャットで前に出るんだよはずなんだけどな。おかしいないやいやいや、さすがにでも勝ちましたね。いやー怖いなーいやーゴールドマス、やっぱり最近ちょっとおかしいですね。頑張ってほしいんだけどな昔なんかよく対戦してたからわかるけど、そうですね、こんな感じではなかったですけどね。まあ、この試合に関して言うと、プロフィットがこう、しょっぱなやらかしから、なんかいろんなところに。140をタダで渡してですからね。もうなんかね、ダメなことをやり続けたらこうなっちまったよっていうぐらいの。ウォールドバス、これでも勝てば一生は一生ですからね。そうですね、一生は一生です、ね。大事なことを言っておきますけど、はいはい、勝てはよかろうですよ。そうです。僕にボロクソ言われようが、何言われようが、3つ取れば、これ5つ取れば、勝ちで3つもらえるんですよ。そうですね。うん、そこですよね。大事なのはそれ。ね、うん。ついにあれですよ。こうね、ポポポンと取られたゴールドバスが、こう、一気に盛り返しましたよ。4-3になりました。3-1 から4-3ですか。もう、なんていうか、っていう、こう、試合が結構続いてはいますけど、3-1から4-3になりました。はい。ですね、試合はそうですね、ちょっとごちゃごちゃっとなっちゃってますけど、そうですね、タイブレークになるとね、これね、両方ね、嫌な感じなんですよね。そうですね、こうプロフィットにしてもゴールドバスにしても、まず勝ち点が欲しいっていう、そういうとりあえず8位に入んねえと。そうですね、いや8位でもまずいですよ、そのままだと。ステージ1ですか、ステージ1。ステージ1をとりあえず乗り切らないといけない。そうですね。即、こう、足切り食らっちゃいますからね。足切り食っちゃったら何の意味もないですからね。はい、あ、ここで落ちたんですね。うん。あ、ここですか。あ、ここで、あ、転がった。線路のとこじゃなかったんですね。そうですね。ここはダメでしょう。うん、ここはダメですね。ここで転がるって線路じゃなくて、そこで転がるのはちょっとうーんって感じですね、はい、物理エッジが新しくなったから転がったわけじゃないですからね、今それ、ある意味ではそれ前のやつでもなんか落下ダメージがなんか入ってて、すごいダメージ入ってますからね、それ。いや、落下ダメージだけで いけちゃったんじゃないかな、今の。多分いけるのかな、落下ダメージだけででもえらいダメージ入ってるんじゃないか。入りましたね、おそらく。昔のエンジンだと、上から落ちないってだけですからね。そうですね。足から逆さにならないだけで、ね、そう、逆さにならないだけで高さは同じですからね。やっぱりダメージ入りますよね。はい。そうですね。いや、まあ何でもいいんですよ。勝てば何でもいいんですよ。ゴールドバスからすればね、勝てばね、相手がね、転がってようやなんだろうか関係ないですよ。そうですね。こう、一番いい勝ち方としては、こうね、試合開始と同時に相手の車両が全部ひっくり返れば、それはそれで勝利ですからね。楽ですからね。はい。いや、ないですけどね。ないですけどね。そう、あまり見たくもないですけどね。試合としてね。試合としてこう、本当にね、先ほどコメントがいた放送事故レベルかっていう、そういうレベルの事故になってしまうので、はい。いや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 。いやー、いいですよ、いいですよ。もう、焼けっぱちですよ。ここまで来れば。ちょっとね、焼け。8位に入れば何でもよかろうなのだ。そう。まあね、こうリザルトだけはこう受け取っておくよっていう感じで、はい。251とそうですよね。251と140ですよね。ダメージゼロですよね。
ダメージゼロはまずいですよ。うん、一応ね、一発しか撃つ暇なく終わってるじゃないですか、これ。そうですね、もう、いや、まあ、オートローダー3、4両に囲まれたら、誰でもこうなるのは当然ですけどね。だから、編成からして、ね、プロホロで、ディフェンス側をやるに足りた編成だったのかっていうところから、ちょっと怪しいですけどね、E5、2両に、うん。ちょっと多分、今の251があんま関係ない感じもしますよね。うん、251なくても、一応ね、ただですからね。うん、E5 まともなままポジション入れなかったですよね、最後まで。最後までそうですね。結局のところ、E5 が2枚真ん中にいて、で、215B に砲台にして、なんとか乗り切りたかったって言ったところだったんでしょうけど、そういうまともな形すら作らせてくれませんでしたからね。作らせてくれませんでしたね。もうなんか先手取られましたよね、うん、完全にね、うん。で、先手取られるような配置になってるにもかかわらず、いや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 と。いやいやいやと。まあ、粘るんだったらその140とかを川の中、川底に放り込んでずっと粘ってればよかったんですよね。そうですね、まあそっちの方が普通ですよね、なんであんな高いところに置いたんだろうって感じですよ ね、 そうですね、あれ的ですよ、あれじゃ的、うん、川底に放り込んでちょこちょこその丘上を見たいなっていうところで頭を出せばよかったんですけど、その見つけたその丘上のバッチャットに対して一発ぐらいしか当てられてなかったのかな。そうですね、それだったらその中央に E5 送り込むのもっと早くしないといけないし、 215B ももっともっと打っててなきゃおかしかったはずなんですけどね、はい、140は湾岸戦争のイラク軍の T72 みたいな感じですよ。ポンポン打たれるだけ。なんとも言えないところですが、ちょっとノーコメントというところで、はい。さあ次のマップもプロホロフカ、ゴールドバスの編成は 215B、 そしてバッチャが3枚、うん、STB1、 50-51、ローレーヌといって、そうですね、ローレーヌですね、出てきましたね。果たしてこのローレーヌがどのような活躍を見せるのか、うん、それに対してプロフィット 251-215B2 枚、E51 枚、バッチャー50-51が2枚という、これアタックですよね。アタックにしては若干重い気がするんですが、これはどうなんでしょう。まあそうですね、特に15551がいるんで、HT 弾当たりやすいですよね。そうですね、まあ、ちょっとやっちゃったかなという感じ。編成的になんかもうこのマップでやることが見えてたかのような、なんか刺さり具合ですよね。これバシバシ打たれますからね、なのでヘビータンクが多いですけど、なるべくそのなんだろう、線路が行くにしても、線路の向こう側行くにしても、こう広い方を使うにしても、さっさと取り切っちゃいたいですよね、どちらかを。で、なるべくアーティーに打たれないような形で戦いたいですよね。うん、さあ見ていきましょう。プロフィットバーサスゴールドバス、まずゴールドバスはディフェンスということで線路を渡っていきますね。まあ、アーティーがいるので姿さえ見えれば1キャップっていうのは切るのは楽だと。基本的にキャップポジションっていうのはもう何箇所かしかない。でその何箇所かにこう打ち込めばキャップは切れると、そういったところでしょうか。といったところでキャップにまず軽く触れさせてきたのは、これはだから、あ、そうですね、軽く触れて抜けたぐらいですか。ロビット、これ当たりに行きますか。そうですね、もう全体的に当たりに来ますか、これは。その、まあ、当たらないと、そうですね、的になっちゃうんで ね、 そうですね、いい的ですから、このままだと。さあ、しかし251が早速ダメージを受けた。まあ、このポジション悪くないですよ、しかし、うん。頭をすぐ隠せるようなポジションですからね。さあ、215B にこれ、榴弾かな。おっと、バッチチャットダメージかさんでますね、かなり。そうですね、一気にこう。登りきらなかったんですね、うん、ポジション取られちゃいましたね。あーっと、これは厳しい。にバッチャが先に潰されてしまった。こうなってくると結構自利品ですね。6発打ち切れてるか。 215B に結構ダメージは入れられてるんですけど、ちょっと耐えたいですね。上のバットチャット、しかし何もしなければ倒されませんから、うん、何もせずにちょっと引っ込んだ方がいいかもしれないですね。突っ込んでおいて相手が突っ込んでくるのを待つ方が、まあまあそういう感じになってますね実際。
で、まあ、ロレーヌがいますから、まあ、ゆっくりした展開にすれば、じっとした展開にすれば、その E5、215B をあの SPG で打たせることもできますし、そうですね。ここは、あの、ちょっと落ち着いて、あの、やっていきたいですね。はい。さあ、早い戦いを挑んだ、こう、ゴール、プロフィットですが、あっと、また 215B に榴弾が刺さったか。うん、これ修理キットだの何だのを使わされるのみたいですよね。そうですね、うん、これ榴弾でね、でそういうのが多いんで、さあ北側に回っている、あ、バットチャットに視界を取られるのも痛いですね、うん、北側からこうヘビータンクっていうのは基本的にもう見られ放題見られちゃいますからね。そうですね、それもこっち側が視界を取れない状況にされてますね。うん、登り切られてみると何もできなくなってますね。手出しができないですね、これは。あっと、北側に回り込んだ RU も発見されてしまった。やられましたね。砲台、うん、砲台役をしてた 215B も発見されてダメージを食らってしまうが、あっと、狙っていた 215B が逆に落とされてしまった。そうですね。これは15551としては今 E5 をなんとか視認してそれを落としていきたいところだが、まあ落ち着いていった方がいいでしょうね。あんまりこだわりすぎない方がいいと思います。あまり強引にね追いに行くと、うん、それを打とうと考えると、あの MT がちょっと無理しなきゃいけないですから。そうですね、これあれですね、50-51でこう E5 取りに行きましたが、これ落とせないとちょっと後が続かないぞ。あ、これだから見に行かない方がいいってことですよね、この辺がね。うん、あっと、バットチャットに、バットチャットにこう、好き放題打たれている。あー、榴弾も命中せずか。いや、しかし。あー、逆にこう、RT が撃ちましたか。うん、通りやすくなりましたね。ね、逆になんか前の建物が崩れたので、おそらく、バットチャットが前の上、多分吹き飛ばしたんじゃないかな。それで榴弾の通り道ができましたね。ね、いや、こうね、よくある話なんですよね。自走砲乗ってるとどうしても撃てないところがある。この家壊せないって言って、結構こう、仲間、もしね、招待組んでる時とかは結構そういう風に家を崩してもらったりっていうのはありますよね。さあ、こうなってくるともう追い詰められたのはプロフィット。バットチャットを1枚振るとはいえ、厳しいですね。うん。ゴールドマックス、なんか、バットチャットちょっとこけちゃいましたけど、そこからの対応が落ち着いてましたよね。うん、打たれないように上に避難しちゃえって言って、パッと上に避難してしまうと、あのプロフィットはなんかどこにも行けなくなったぞってなってて、うん、行くも戻るもできなくなったみたいな、なんかそういう展開に持ち込ませましたよね。うん、まあ、こうなってしまうと、本当にプロフィット何もできないですよね。なんかセルの向こう側からビシビシ打ってるけど、全然当たんねえし、こんなのみたいなね。そうですね、まあ、打ってるのが RU、一番見つかりにくい RU ということで。本格的にこう何もできないですよね。あーっと50-51に RU を壊された。もうこうなってくると本当に守ってるだけでなりますね。そうですね、うん、ゴールドバスもまたしても早く来てくれって思ってますね、これそうですね、俺らは行きたくねえんだよみたいな ねえ、バットチャット、フリーのバットチャット残ってますからね。したくないですね。これ行くと危ないですよ、うん。行かなくていいですよ。これは行かない方がいいです。行かないのが正解です。といったところで、これから4分間はこのような画面が続くかなっていう。あと50、50時間。プロフィット行かないといけないはずなんですけどね。うん、少なくとも1キャップには入れるはずですから、それをどうするかですよね。あっと、榴弾がかすったか、4ダメージ。はい、視聴者の皆様にはこのね、15551の後ろ姿を長時間お送りする可能性がありますが、さあ、バットチャットも無理にはもう出ないですよね。さあ
まあ、まあ、キャップ入れるんですかね。まあ、ちょっと話すことがないですけどね、このままだと。もう正直この辺でダラダラやってても何にも進まないですよ。プロフィット側は、まあ、あれなんですよね、50、51とバッドチャットなんで、相手がこうね、やや我こそはって言って、一人ずつ突っ込んできたら、それはそれでもなんかゲームセットなんですけどね、実は、逆に。でもまあ、そんなことはまずないでしょうね、多分。ただ、さっきのような例ありますからね。なんかよくわかんないことになる可能性はありますね。ねえ。さっきのホースマン VS。いや、ああ、これキャップ入れますか、このタイミングで。うん、これ、勝ちに来たキャップですね。キャップで勝つしかねえって思ったんですね。そうですね。いや、これホースマン狙いですね。全然ありな、そう、選択ですよね。本当はでももっと余裕持って入った方がいいですけど、本当はね、まあでも仕方がなく入った感じですね、今。かわしました？かわしましたね。いや、怖いですね。あ、ダメですね。まあ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 、まあ、もうこれはゴールドバスからすれば一度もう切りましたから、もう切ったんで、もう用なしですね。もうこれ以上切る必要もないです。切らなくてもいいですからね。落ち着いて対処することですよ、ゴールドバスは。慌てて切らなくていいっていうことを考えておくべきです。慌ててその突っ込んで、ね、一両ずつ食われてたら大変なことになりますからね。うん、あ、いいですね。あ、榴弾ブラストで入りましたね。さあ、あと残りはバットチャット一両というところで、こう、お、50、51を沈める。まだバレない。ただ今倒してしまったことで、ここに、ここら辺にいるぞっていう、多分指示は飛んだでしょうね。とはいえ、わざわざ出ていくこともないですよね。ないですけどね、出ていきましたね。いきますね。ああ、今打ったから弾ねえよ、つって突っ込んだんですね。まあ、全員を倒しきる分の弾は持ってない。持ってないですからね。みんなで突っ込むのは怖くないですね。そうですね。一気に突っ込んで、撃破といったところで残り50秒。ゴールドバス大逆転って言っていいのかなって言っていいのかな、まあ逆転でしたね、まあゴールドバス失敗しなかったですね、致命的なね。そうですね、途中からは致命的な失敗をしないようになりましたね、落ち着いて対処できるようになりました。ただその分ちょっとね、試合時間的にはとんでもなくこう長かったですね。長くなってしまいましたが、はい、はい、はい、そうですね。もう、うん。いや、こう、僕が最初にね、なんか予想してた通りの、その試合展開になってしまって、すごい時間になりましたね。長いですね。うん、本来であったら、こうね、あれなんですよ。こう、最終試合が、そう、最終試合が今から始まるかなぐらいの、こう、流れだったんですけど、かなり現在、押しております。はい。イエル対ダークウルスじゃないですよ。あれ？そういうかな。あれ？今日は EL ないですよ。あ、ですよね、はい。今画面にちょっと出たから。あ、はいはい。そうそう、大丈夫です。大丈夫です。大丈夫ですか？今ちょっと別のこう画面が、はい、先に入ってしまって。はい、了解ですよ。はい、今のが2戦目でした。これから3試合目です。はい。というところで、今の試合のリプレイですね。今の試合に関して言うと、やっぱりちょっとこう、編成的に重かったですよね。といったところで試合の方を押しておりますので、これから10分間ほど休憩いたしまして。ん？ 3 試合目は MDTE ですか。そうですね。はい。はい、まだ大丈夫ですね。失礼いたしました。配信の方はまだ休憩には入ってないですね。といったわけで、我々もちょっとこう今の試合に関して長かったですね。長かったですね。大変です。はい。はい。プロフィットが勝手にやらかして、勝手こう最初ですごい調子良かったんですけど、もうなんか参戦取った段階からいろいろとボロが出始めて、まあそこが浅かったですね。そうで、はい、4戦5戦と なるにつれて、どんどんなんか連携が悪化していきましたよね。でそれにつれてやっぱり集中力も落ちて落下し、そうですね、落下して壊れてしまう。
ちょっと、まあ、あの、ゴーストタウンのあの連携はちょっとまずいですね。あの TPP のあの連携はちょっとまずいです。あれは改善しないといけません。やっぱりなんかもう、我々外から見てるだけでもなんか中で、とんでもないこと、そうですね。よくないことが起きてるんじゃないかなっていうふうに思えるような、ちょっと。そうですね。あれを実力ですって言われると、ちょっと困りますね。そうですね。これは実力ですよって言われたら、曲がりなりにもやっぱりゴールドの実力を持ってるチームとしてこうゴールドリーグにいるわけですから、うんね、何一つ連携取れませんって言ってるようなもんですから、あれを続けてるようだと、あれはやめてほしいなと。そうですね。我々としてももうちょっとなんかすっきりとした、ね、試合が見たかったですが、はい、そうですね、かなり押しています。30分押しぐらいですか。はい、それでは一旦こう10分間の休憩を挟みまして、エメルトダウン VS ティームエフシェンシーという本日の山場の的な試合をちょっと迎えてみたいと思います。 それでは一旦休憩に入ります。